はい。じゃ一つはあのまあこれは司法批判をあのまあ昨夜昨夜というか昨日の昨日の夕方ですね、うん、あの記者会見でまあもう出馬を見合わせるということとまあ河野さんを支持するということは記者会見で言われて、うん、まあ私も記者会見の方はあの拝見しましたでそれで 一夜明けたわけですけれどもまずあのぜひ伺いたいのは今回はた、まあ、から見てるとですけどね一んずいぶん悩まれてなかなかあの態度を決めずに結構時間がかかったのかなというような印象があの受けてる人がいると思うんですけどなぜあの昨日、まあ、決定が昨日になったのかなぜあの時間がかかったのか何に悩まれていたのかという点はいかかでしょうか、うん、それは自分が出馬をして。うん 党の在り方、はい、あるいはそれぞれの政策、はい、やはり思うとこを申し述べたいなって思いはすごくありました。党はこうららねばならないと、うんうん、安全保障は外交は、はい、経済はコロナは、はい、地方創生はこうあらねばならないっていうのは常に考えてきて、はい、それを言ってみたいなっていう思いはすごくありましたね。はいはい で一方においてこれ勝たなきゃダメだということなんですね。自分は言いたいことを言ったぞと自分の言っていることが一番正しいぞとそれ以上ご満足でしょう勝たなければ何にも変わらないのだということねやはり今回は今の自民党の在り方これを変えるんだということ。はい それを最大眼目とした時にね自民党を変えなきゃって勢力が二分しちゃだめだよねっていう、はいはい、最後はそこでしたね時間がかかったのは、まあ、自分としてはやっぱりなんとか出たいで出,るで出る方法というのを模索したけれども最終的にはやはり一本化することが今回についてはベストな選択だというふうな判断に至ったといていうのは、うんうん それはきちっと揃っていた多派閥無派閥も入れてねで政策もきちっと準備はできていた、うんうん、党の在り方についても自分の考えはもうきちんと確立もしていたという状況でしたですけどやはり自民党って派閥力学で動いている、うん、そうすると去年一昨年がそうであったように、うんうん、正しいこと言ったけど勝てなかったよねでは 変わらないんだまず変えるそのためには改革勢力が一本化するそれしか勝てないということですあの石破さんの、まあ、待望論というかですね石破さんにぜひ出てほしいと思っている方の中にはね、まあ、勝つか負けるかは、まあ、時の運じゃないかと、うん、とにかく出てほしいとで、まあ、今の話にも若干関わるんだけどとにかく出て。 石破さんが主張されてることっていうのを堂々と主張されてる方って基本的にいないわけなんですよね、うん、今他の候補でもあるいは党内見ても、うん、ほとんどいない、うん、そういう方はね。うん、なのでそれを主張するだけでも意味があるじゃないかっていうふうに思ってる方はいるし逆に言うとそれを言えばあの今の永田町の論理では、まあ、勝てそうもないとかいろいろそういう計算は立つのかもしれないけど。 わからないじゃないかっていうような思いも持っている方がいると思うんですけどそこは石破さんそういう待望論いやあるいは石破出馬を待望している方々に対しては今回どう釈明されますかうん、それはやってみなきゃ分からんそれはそうですよねだけど去年の総裁選も私は四回出ましたけどね自分としてあんなに納得のいった政策の主張党のあり方の主張もなかった 一昨年もそうだったそれもう一回繰り返すんかいっていうことなんですよね。でそれは自分としては言うべきこと言ったぞってのもあるし全国の石場に期待をしてくださる方の思いには応えることにはなるだろう。それに何の意味があるの今の自民党の構造ってこれ変えるのは容易じゃないですよそれに変えようって勢力が結集をする。 そして国会議員に向けてっていうより、ね、北海道から沖縄まで自民党を変えてくれよっていう国民に呼びかけるんだと思っているんですね。これは国民のための戦いだと国会議員の戦いじゃないと国民対今のままがいいんだと思っている人たちの戦いなんだということだと思いますね。勝たなきゃ、はいはいあの まあ、でも出馬したらいいじゃないかっていう思いの方っていうのはね出馬することがどれだけ大変なことかってなかなか、まあ、それをちゃんと説明する人があんまりいないんで、うん、あの普通の選挙とかって出るためにはあのそれこそ供託金とかで下手すると票を取れないと没収されたりもするじゃないですかでも自民党の総裁選というのはそういうものではないとうん、うん、でも一方で、まあ、これ石破さんの口から言っていただいた方がいいと思うんだけど、まあ、とりあえず出りゃいいってもんじゃないとそれは今言ったように 主張さしてもそれが変わらなきゃ意味がないっていうことのほかにで,もですね、うん、実はもっとあのいろいろと出るっていうことにはあの対価が伴うんだと、えー、コストコストっていうのはお金って意味だけではなくてあの出るのが何がハードルになるんですか実際、まそのまあ、出りゃいいじゃないかと思う気持ちを持ってる方がいるる方わけですよね、うん、私はね参加することに意義があるっていうね。はい もうそんな状況じゃないでしょっていうことなんですよ日本に残された時間は長くないん、ね、安全保障も医療体制も気候変動も人口減少ももう日本に残った時間は長くないんですよ少しでも前に進めていかなきゃいけないしそれみんなが自由活発に議論できるのとそして国民が 自民党って信用できるよねって思ってもらえる体制、これ作んないと、次のステップにいかないんですよ。参加して言いたいこと言ったぞでは、変わらない、はいととうことですう若干、石破さんがあの、まだちょっとこうよそ行きの説明されてないところがあるから、ちょっとうん、うん、もう少しあの踏み込んでいきたいんですけどもね、僕はまあ正直、今回の総裁選、石破さんの取材をずっとさせていただいてて。 まあ、その前からも取材させ,させていただいてて。やはり、明らかに、その。石破包囲網なるものが作られたなというふうに感じているんですね。うん、つまり。あの、石破さんが総裁になるのだけは。困る。っていう。 まあ人がいるっているとう言い方も,もうやめましょう、うん、要するにこれはまあ石破さんがあの実際に具体的にお名前を口にする、うん、されるかどうかはまあ石破さんに任せますけどもやっぱりその安倍さん、まあ、2A っていう言い方でもいいし安倍さん、えー、あるいはその党の二大派閥を率いている安倍さん麻生さんっていう言い方でもいいでしょうけども、うん、あの実際に石破さんが総裁になると、まあ、それはいろいろ過去の,あの経緯もあったかもしれないけど同時に。 やはりその森友問題とか、うん、具体的に破さんはこれ必要であれば調査するよということを言ってる唯一の候補なわけですよね。でこれはもう,もうその問題に関してはもう周りの人に聞いてもそのようなこと言っただけでもう本当に感情的になるほどあの矢部さんはこの話を嫌ってるんだっていうような話もあの伝わってきています。で包囲網を作られた中でね例えば破さんそのさっき出るコストっていうのはねについて聞いた時にちょっとまあ,あの大きな話されたけど。 石破さんの推薦人になるってこと自体が党の中ではものすごく、まあ、勇気がいるって言ったら変だけどもその後がもし石破さんが勝たなければえらいことになると、ね、でそ,それってまず1点目おかしくないですかっていうのが1つですよね、うん、まずそ,そ,んなそんなことで自民党いいんですかと。あの 民主主義の国ですから、これ,これは僕は多分言葉としては強制時って言ってもいいようなものだと思うんですそれだもしそれが本当だとしたらね石破の推薦なんかになったら後で大変だぞっていうようなことが<う>もしそれは公認権とかそのさ,さまざまな実際の権限を持ってそういうことがされてたとしらそれから逆にそれって石破さんなんでそれ言わないのかなとも思ったりもするんですけどあのオープンでそこは今のお話はどうですか石破さん。そのその出ることのののハードルの中にそれっていうのは、 入っっててるんじゃないいですかっていうことなんですけど、ね、んそんなことを考えててできるかって言われますけどねうん、うん、やっぱり私のの推薦になるのは怖いんですよ、うんね、ひょっとしたらば公認もらえないかもと、うん、公認もらっても、うん、同じ保守系からね対抗馬立てられるんじゃないかうん、うん、そして国会議員ってみんなこう政務官になって。 副大大臣ににななっってて常任長になって大臣ってね。でさ、ねね、単にさポスト欲しいってだけじゃなくて、うん、自分のいろんな経験を知識を生かしてみたいなってのもあるし、うん、選挙区の人に喜んでもらいたいな俺の晴れ姿見てくれってのはやっぱりありますよ。でそうするとね石破の推薦人なんかなろうものならば、うん、そういう恐怖がまざまざと頭に浮かぶんですよね。 で、なんで私が全然そんなこと忘れないかっていうとそれは今まで政治改革で暴れまくって、うん、最後は宮沢内閣の不信任に賛成して成し公認もらえなくて選挙に出たってこともあった,、うん、あ,ったあるいは自民党に戻る時もものすごい批判を浴びたまあ一回党も合ってるしね,ねそもそもね、うんうん、説とかね。 いろんな批判も浴びたでそういう一種修羅場をくぐってきてるんでねあんまり怖くないん、ね、柴さん自身は怖くない。うん、ですね。でまたそのポストにしてもねこんな好き勝手やってる私がもう当選5回で最年少当時の内閣ね小泉内閣ね大臣になったその後も何度も大臣もやったし倒産役もやった。それやっぱり、ね、自分は そういう選挙区に恵まれ、うん、いろんな巡り合わせもあって。うん、そういう恐怖がないわけ。うん、だけど、みんながみんなそうじゃないんだよってことは。うん、やっぱり考えなきゃいけないなって思うんですよね。うん、実際に。まあ、応援はしてるけど、それは言わないでねっていう,ような話もあるわけですよね。ドラ山ほどありますって。山ほど。な、自民党の会議でもね。うん、私が持論述べるじゃないですか。うんうん シーンとしちゃう、うん、そう柴の言う通りだって言ってくれる人は誰もいないね。で会議が終わってから、うん、そっと私のところへ来ていや石破さんの言う通りなんだけどね、うん、っていう人いっぱいいますよ、うん、なんだこの言論空間は、うん、思うわけです、はいはい、でそれは決して組織として健全だと私は思わない、はい、やっぱりこう異論を 述べたらばいろんな報復っってていいうのかなこれが待お神保さんの言葉を借りれば恐怖政治これを壊さなきゃいいんだもの言ってもっていうねまずそういう雰囲気を取り戻さなきゃいかんですよ。まあ権力闘争はねどこの国にもつきものだと思いますけれどもそれが例えば。 国の理想をめぐる考え方の違いとかでね相手に絶対勝たなきゃいけないとかねそういうのっていうのは常にあると思うんですよただ今回の場合っていうのはじゃあ石破さんにじゃあ逆に聞きますけどこれって何をめぐる権力闘争でそんな権力が行使されているという風うに石破さんは考えてますか私は真実は知らないですよだけども森友だって司法で解決はついてるって言ってるけどね まだ民事裁判ついてるわけねそして自ら命を絶った赤木俊夫さんっておっしゃったかなその奥さんが一番納得してないわけでしょ一人で戦ってるわけでしょそういう人の気持ちをきちんと理解し向き合わないでなんで弱い人のための政治なんて言えるんですかね。これおおかかししいい絶対 そして桜を見る会だって誰も納得してないですよ。誰も納得してないねだって、内閣総理大臣が税金使ってやる会ですよ。なんで一部の人だけ呼ばれるの絶対おかしいって。そういうね、誰が考えてもおかしいことがまかり通るって変じゃないですか、不健全じゃないですか。 それをきちんと解明しない、うん、されちゃ困るっていうのは一体どういうことなんだと思いますよ。でもそうであるだけに、うん、そういうことがきちんと解明されると困るよねっていうそういう人たちの思いって強いいんじゃないかなか、うん、でもその誰が見てもおかしいことをね堂々とそうやって言える人っていうのがですよこの一枚権力をほぼ握っている政権与党の中で。 まままあああ石破さんとまあまあ数えるほどです総裁候補という意味ではもう石破さんしかいないわけじゃないですか、うん、で今回ねあの必ず候補者っていうのはその質問をまあされるわけですよ、まあ、若干それっと踏み絵みたいになっているところがあるとでね、まあ、森友学園そのものはまあ一学校法人ですし問題としてそれ森友がどうなるかこうなるかがその国がひっくり返るような問題ではないかもしれないけどでも あのこの問題っていうのは各候補者にぶつけられると、まあ、残念ながら今のところ出てる候補者は、まあ、再調査は必要ないっていうような答えを、ね、し終始してるわけですよね。でこれねじゃ石破さんに最初に聞いたけど、まあ、問題としては例えば米中関係とかに比べればですよ森友学園っていう一学校法人がどうこうっていうのは小さいじゃないかっていう人もいるわけだけども、うん、それでも石破さんがそれこそ干されることも覚悟でねその問題にこだわる理由は何ですか 私はね政治ってそんな綺麗事だとは思わないですよだけど政治の中から真実とか正義とかいうものが消えたらもう政治じゃないと思っているんですよね真実とか正義とかそういうものがない政治っていうのは政治じゃないと思っているのです私はねだからそんなことで 政治を曲げちゃいかんよということを言う人間がそれぞれのまあ今のところ3人かな4人になるかもしれないけど勢力のの中にいいるってのは大事ななことじゃないんですかね私は河野さんに対して再調査するとかしないとかそれはねじゃあ国会に設けるのといやいや内閣に設けるのいろんなやり方がありますよね。論だだけど 一番悲しんでる人に正面から向き合うってことは忘れちゃいけませんよと。うん、で河野さんもそれは分かっていると。いうわけですよ。うん、それぞれの陣営の中にそういうことを言う人がいるっていうのは大事なことじゃないですかね。今日あのあんまりお時間がないのでね。もう一つだけじゃ大事な点。 石破さんは今回はまあ改革勢力が2つに割れるのはよくないで河野さんにそれを託すことが今回はベストな選択だというふうに判断されたという説明ですがそこでいう改革ですね、まあ、実際の政策はもちろん石破さんは安保だの外交だのあと今回コロナもしっかりと出されておられるけれどもねやはりその改革の中で党改革の部分、うん、これはまあ石破さんがその河野さんにまあ ついいたということとのの意味として多くの方はですねこれは、まあ、もうあのここでは,はっきり言ってしまいましょう要するに安倍政治を終わらせるのかどうかっていうことが、えー、どうなんだどっちなんだっていうふうに思っている方が多いわけなんですよねでこれは、えー、そ,そこの部分についてはまあこれねちょっと最初にこっちこう聞かせてくださいそれをまたね石破さんがはっきりここで言ってしまえばね それ自体がこう今の,そのさっき言ったような強制事かどうかは別にしてその環境の中ではむしろ河野さんにその迷惑がかかると変な話ね。本当はそうなんだとしてもそれを言えばまあ例えば総裁選で不利になるとか議員票が逃げるとかまあそれ自体がもう自民党本当困った状態だなと僕は思いますがでもまあ,あえて言えるところまで言ってくださいそれはその安倍政治を終わらせるという一点において自分が今回は。 コーナーにつくことがベストだと判断したという理解でこれはいいんでしょうか。結構です。それ安倍政情ってね、その特定の人を名指しするのはいかがだと思うし、ね、私も幹事長2年、国務大臣2年、安倍政治の4年間は私も中枢にいて、ね、絡んでるわけだからね。お前なんじゃあなんで幹事長の時、なんで大臣の時ってそれはもう。 ブーメランみたいに私に帰ってくる話でもありますからね。うんだからね私はね今回は国民の戦いだと思ってるんですよ主権者たる国民の戦いだ、はいはいね、国民は別にポストもらうわけじゃないさ、はい、選挙に出るわけじゃないさ、はい、関係ないでしょ。で国民がやっぱりこの政治改めようねって。 共に戦ってくださるかどううかなんんだと思うんですそれに国会議員は抗えないものそれぞれの選挙区できちんと意思が表示されるわけですよねましてや衆議院選挙は間近だ参議院選挙は来年だその時に国民世論が今の自民党を変えろときちんとみんなが物言える自民党にしろと説明責任に果たせと。 もう野党の問題じゃない自民党の中の問題なんだっていうねそういう大きな国民世論が巻き起こった時にそれは国会議員の利害特質なんていうのはそれは私は吹っ飛ぶと思うのそれでも国会議員の利害特質にこだわってまた結果ひっくり返すようなことをやると次の選挙分かってんだろうなっていう話になるかどうならないかですよ。 今回石破さんが出なかったことで落胆している方もいるし一部では今回出なきゃもう石破は駄目だろうみたいなことまで言う人もいるけれどもまあ出馬表明からまだ一夜明けた段階ですけどもまだこの先石破さんやる気というのは衰えてないのか今回は河野さん支持にもあったけどまだまだ自分はやる気が、えー、担う気が。 あるのかどうかも含めて、ちょっと今後の今後のお考えを聞かせてください。で、河野政権ができたら、うん、それを。支えるのが私の仕事でね。うん、それは製造物責任っていうの、うん、作ったものの責任ですよ。うん、だから菅政権において、うん、菅政権の本当に終わり頃。うん、我々が作った政権を、うんうん、我々が支えないでどうするんだ？だと というこを申し上げたそれは河野政権ができたとしても一緒ですよね。ででも例えば今日9月の16日一月前にこんなことになるなんて誰が思いました誰も思ってない菅さん無投票再選定大方の人が思ってたし政治評論家でもそういう人いっぱいいましたよね。それがこれじゃないですか。いいつ何何時があるかかわらな 一生懸命支えるにしてもじゃあ何かが起こった時に誰も何の準備もしてませんと呆然実質状態になったら国はどうするんだということですよねだから虎視淡々と何かあったら俺がやってやるぜみたいなことじゃなくて精一杯支えても何かが起こった時に誰かが変われなくて国はどうするのということですだから精一杯支えることと 自分がいつでもできるような体制を持っていくってことは何にも矛盾しませんいやファイティングポーズは下ろしたわけではないと全然石原茂としてのファイティングポーズを下ろしたわけではないと、うん、だけど、うん、できた政権には責任持って支える義務を負っているということが前提ですよもちろんそれはわ、うん、かりましたありがとうございましたはい。あのまた引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、はい